今日はね、3月15日なんですけども、もうもちろん一風堂のこれ食べるんですよ。でも昨日ね、セブンイレブンに行くと、なんか一風堂のラーメン2種類あるんですね。確かに店頭でも2種類ありました。で、今回は昨日までと違う博多豚骨っていう、そういう風なね、味にしてみましたね。多分昨日まで博多豚骨じゃなかったと思うんですよ、何かわかんないけど。で、確かにあの調味料が1種類多かったです、今回。というところでね、あ、本当だ、あの、パイタンですよ、白いつゆが。ちょっと見てください、つゆがね、白っぽいですね。これからもうちょっと混ぜて、この粉をね、いい感じで行き渡らせていこうかと思います。ちょっとお湯の温度が低かったのかな、なんか混ざり具合がいまいちですね。あ、でもいいよ、うまい感じになりました。美味しそう。あー、すごい美味しそうだな、これ。なんとも言えないですよね、このね、麺をこう絡めていくところが。ラーメン屋の大将も盛り付けるとき、こうやってね、麺にこうやって絡めてくれますもんね。はい、というところで、見た目はあんまり変わんないんですけども、味が違うということで楽しみだな。おお、すごい食欲が湧いてくる。何日目かな、今日。もう1週間ぐらいになりますね、1日1個食べて。うん、いただきます。それにしてもね、最近はいろんな YouTube があって、大学の講義受けるじゃないですか。自分の受けた大学の講義、学部のこういう講義はこんな内容でしたよっていうふうに解説してる講義もあるんですよ。うん、ますますね、情報の扱い方が、進学とか就職とか起業とか人生や恋愛に生かせるんじゃないかなと思います。うん、おいしい。うん、最高だ。うん、おいしいな。うん。